こんにちは、ボルデュールサロン陽花です。今回は刺繍布の端処理と案内線についてレッスンいたします。ハーダンガーには横糸と縦糸が均一になっているこういう平織りの布を使います。平織りはこういうふうにこう軽く引っ張るともう力を入れなくてもパラパラパラとほどけてしまいます。近くで見ていただくと縦糸と横糸が均一に織られているのがわかるかと思います。布端がほつれてくるのでギザギザミシンをかけていきます。布の4辺すべてにギザギザミシンをかけていきます。この時特にこう丁寧にかける必要はありません。刺繍をした後に周りの部分はカットしてしまうので、この布がほつれない程度にしっかりかけていけば大丈夫です。この動画では黄色い布に白の糸でジグザグミシンをかけてますが、例えば黒い糸でも全然構いません。ハーダンガーでは刺繍をする前に必ず布の真ん中十字に案内線を入れます。この時案内線を入れる時に使うのが一番おすすめなのが日本の火付け糸です。この火付け糸なぜかヨーロッパでは売ってないようでなかなか見つけられなくて、いつも日本に帰った時に買ってます。この洋裁用の火付け糸が一番使いやすいと思います。案内線の1ぎ目ですが、布をまず横半分に折ります。で、その半分になった箇所が1本目の案内線の位置になります。で、まあその横半分に折った場所はそんなにこうきっちり場所を厳格な位置じゃなくても、まあだいたい真ん中の位置の右側のところに針を入れれば大丈夫です。案内線を引くときなんですけれども、必ず布の折り目の1目から出て5目に入る、1目から入って5目に入る、これが案内線の鉄則です。適当にチクチク線を引くのではなくて、きちんとこう等間隔に1目から出て5目に入る、これを必ず守るようにしてください。この案内線、後から刺繍をするのにとても重要なので、折り目を間違えないようにそこはちょっと丁寧に数えながらやってみてください。1目から出て5目、1目から出て5目なんですけれども、その5目と1目が同じ穴です。で、こう間違えずに折り目を拾う秘訣としては、刺してない穴が
3個と思って刺していくと多分間違いにくくなると思います。私いつもこう1目から出て5目っていう感じではなくて、刺してない穴が刺さない穴が3目というふうに刺していきます。そうするとまず間違えることはないです。案内線を引き終わったら全体をこう刺し間違いがないかなんとなくチェックしてみてください。1目でもずれてるとなんとなくあれって思ったりするので、その時にはちょっと刺し直したり、そういう感じでやってみてください。1本目の案内線が刺し終わったら次2本目の案内線を刺していきます。でこの時また布を半分に折って、真ん中、だいたい真ん中の位置をこう確認してみてください。1本目の案内線と2本目の案内線の真ん中、待ち針用になんとなく針を置いてみてください。ここが布の中心部になります。ここが布の中心部ですね。で、ここのラインが2本目の案内線の位置になります。で、1本目の案内線は端っこからこうチクチクチクと縫っていけばいいんですけど、こうやってチクチクチクと、2本目の案内線は端っこから縫っていくと、この真ん中で綺麗に十字にならないことが多いので、というかまず十字にはならないので、縫う位置としてはこの真ん中から、2本目の案内線は真ん中から縫っていきます。ここが真ん中になります。ここの案内線の後ろ側と穴が隠れてしまってるんですけれども、この真ん中のここです。ここが中心部になります。で、ここを含めて 1,2,3、 ここが最初の張り出しの位置になります。で、ここから穴3つ開けて下から針を出します。これで貼り出し終了です。で、ここが真ん中なので、左側このくらい糸を残して、で右側もこのくらい糸を残しておいてください。真ん中から左側にチクチクで、その後また右側の部分をチクチクするので、糸の長さはちょうど2分の1ずつ左右に残るような形で刺し始めてください。で、このまま左に向かってチクチクと刺していきますが、やはりここでもすくい刺しを穴1目から出て5目に入る、1目から出て5目に入る、このすくい刺しをするんですけれども、やはりこの時間違いないポイントは、刺さない穴が3つ、刺さない穴が3つと意識しながら刺していくと、まず間違いないと思います。で、2本目の案内線、左側が刺せたら布を180度回転させて、また残り半分刺していってください。で、時々教室の生徒さんで全て針を抜き切ってしまう方がいらっしゃるんですけれども、そうするとこの1目から出て5目に入るという時に数え間違えることが多いので、それはあまりおすすめしません。これで下準備終了です。